エアジャパンジャーニーをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。エアジャパン客室乗務員の平林です。同じく栗田です。2023年もエアジャパンをよろしくお願いいたします。前回は日本の伝統的な文化である忍者屋敷で様々な忍者体験をさせていただきました。今回はこちら日本家屋で撮影するらしいのですが、平林さん何をするんですか？はい、今日は2023年新年になったということで、私たちも装い新たに今日はお正月の文化を体験しながら皆様にご紹介させていただこうと思います。お正月の文化、おせちですとかお雑煮とか美味しいものいっぱいありますよね。はい、それ以外にも素敵な文化がたくさんあるんですよ。それではお正月体験、レッツゴー。まずはこちらからやっていきましょう。わあ、羽子板にけん玉、書き初めセットもありますね。そうなんです、日本のお正月はこういったゲームで遊びながら1年の初めから仲良く交流を深めていく文化があるんです。確かにお正月に体を動かしたら温まりますしね。はい、では今日はね、せっかくなので2人でこれをやって対決してみませんか？楽しそう。はい、勝った方が今日のお昼ご飯のお餅をたくさんいただけます。負けられない戦いですね。頑張ろう。頑張りましょう。では第1回戦はこちらの羽根つきです。1回戦は羽根つき、負けるわけにはいきませんよ。はい、どうぞ。では外にやってきたんですけれども、はい、かご板早速やっていきたいと思います。はい、これ可愛いですね。可愛いですよね。はい、じゃあ3回勝負で、はい、勝負しましょうか。はい、頑張ります。では今回の勝敗は私の勝ち。あー、負けました。でもすごい楽しかった。楽しかったです。はい、体も温まりましたよね。温まりました。本当に温まりますね。楽しすぎました。次はだるま落としです。じゃんけんで決めましょうか。はい、決めましょうか。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。あー、じゃあ栗田ちゃんお先に出そう。結構難しい。いや、難しい。おお、決まった。はい、栗田さんお上手でした。頑張ります。できるかな。おお、いった。じゃあ栗田さん、はい、はい、おお、いけた。危ない。いや、一応成功です。はい、はい、ということで、この戦いは引き分けでした。では次は福洗いです。うわー、懐かしい。懐かしいですよね。またじゃんけんしましょう。オッケー、やりましょう。はい、じゃあ勝った方で、はい、最初はグッ、じゃんけんぽい。あ、私からやります。じゃあお顔の真ん中の鼻からお願いします。はい、では鼻です。はい、え、鼻真ん中って。はい、オッケーです。じゃあお口お願いします。はい、え、おちょぼ口。あ、さっきの鼻がここだから、ここかな。はい、おお、これは眉毛だ。鼻がここだったので、ここら辺かしら。はい、はい、想像がつかない。はい、目が、お目が細い。あれ、眉毛がここだから、あ、あった、ここです。眉毛、あ、あった、あった、あった、 OK です。
いいですか。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、お耳がよりめでは2人の福笑いが完成したので、ここからは結果発表としていきたいと思います。お願いします。判定は平林さんで。やったー。ありがとうございます。乾杯です。いややりました。では続いてはけん玉に挑戦します。これはじゃあ5回こうやってけん玉をして、はい、何回ここに乗ったかで勝負しましょうか。はい、そうしましょう。はい、じゃあ先行平林がいきます。はい、頑張ってください。できるかな。いきます。あっ惜しい。1、次選手交代で栗田さんに。はい、はい、ああ惜しい。2。ああではお願いします。きれいきれい、はい、虹の太陽で10本のキーゲット。すごい早い。次が最後です。頑張る。虫さんブランコブランブラン。取りました。見ったのに。やった結果発表です。私は2枚取りました。私は3枚取りました。負けました。久しぶりにやったけど面白い。面白いですね。はい、さて競技が全て終了しました。ではドキドキの結果発表お願いします。3勝の栗田さんが優勝です。あお餅。残念です。でもすごい楽しかったです。はい、楽しかったですね。はい、ではこの後お待ちかねのお昼ご飯なんですけれども、ちょっとねいろいろ白熱した試合を繰り広げてしまったので、クールダウンに書き初めをしてみたいと思いませんか。うん、確かにお正月といえば書き初めをして、うん、今年の抱負をみんなに見せたりしますよね。はい、やってみましょう。はい、では書いたもの見せ合いましょうか。はい、はい、ではせーの、こちらです。栗田さんはなんて、はい、飛ぶですね。飛ぶです。どんな意味で書かれたんですか。はい、皆様にとっても飛躍の一年となりますようにというお願いと、はい、あとは2023年度にエアジャパンは就航いたしますので、その飛ぶ準備をしていく、はい、飛ぶという字にしました。そうなんですね。いいですね。お上手です。もう久しぶりに書きました。はい、もう25年前のぶりです。じゃあ平林さんは。はい、私は蒼天という漢字を書きまして、これは青い空っていう意味なんですけれども、やっぱり新年ってなると気持ちが新たになるところですので、ぜひ皆様の心にも青い空のような晴れやかな気持ちが届きますようにという思いで書きました。とても素敵ですね。ありがとうございます。なんだか墨汁の匂いが気持ちが引き締まる思いでした。はい、ではクールダウンも終わったので、そろそろお昼ご飯の時間にしましょうか。楽しみです。本日のお昼ご飯ですが、
お正月らしくお餅を作っていきましょう。お餅大好きです。お正月ってお雑煮とか焼いたお餅とか、はい、ついつい食べ過ぎてしまいますよね。わかります。でも美味しいから食べ過ぎちゃうんですよね。今日はきなこ餅と磯辺餅を作っていきたいと思います。楽しみです。じゃあ乗せていきましょうか。はい、はい、ですね。楽しみです。じゃあ点火お願いします。はい、します。すごい、どんどん香ばしい匂いします。すごい香りがしますね。膨らんできた。それではお餅ができましたので、お醤油につけたり、うん、きな粉にまぶしたりしていきましょうか。はい、いきましょう。はい、それではきなこ餅と磯辺餅が完成しました。はい、こちらのきなこ餅はお餅にきな粉とお砂糖をまぶしています。こちらの磯辺餅は醤油を絡めて海苔を巻きつけたお餅です。すごい香りがしますね。はい、お腹すきました。はい、さっきの勝負、はい、私が勝ちましたので、はい、2個いただきます。はい、じゃあ両方召し上がってください。磯辺餅からいただきます。いただきましょう。はい、いただきます。磯辺餅、香ばしい香りがしてとても美味しかったです。美味しいです。なんかお醤油がちょっと火に炙られてより香ばしさが増して、お餅の甘みとすっごいベストマッチで、私これ大好きです。私も大好きです。いくらでも食べれちゃいますよね。では続いてきなこ餅いただきます。はい、きなこ餅甘すぎず、ちょうどいい、ほんのり甘い感じで、いいですね。いくらでも食べれちゃいそうです。確かにです。いつも私の我が家でもしょっぱい系のお餅と甘い系のお餅で行ってたので、本当にいくらでも食べてました。はい、お餅美味しかったです。美味しかったですね。はい、今日一日お正月のいろんな伝統文化を体験してみましたが、どうでしたか？そうですね、久しぶりにする懐かしい遊びもあったりして、本当に楽しかったです。ですね、なんか今日体験したものっていろんな人と集まりながらできるので、なんかお正月ってやっぱり親戚や家族と集まる機会が多いので、ぜひやりたいなと、来年もやりたいなと思いました。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それではこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画、もしくはエアジャパン就航後に機内でお会いしましょう。さようなら。